和光大学、小田急小田原線の鶴川駅が、最寄駅。敷地が、神奈川県川崎市麻尾区岡上にまたがっている。1933年に、成城学園から分かれて作られた和光学園を、母体として、1966年に創立された。敷地が隣接する玉川学園、玉川大学も同じく、成城学園から枝分かれしたものだが、 戦後すぐにコアカリキュラム連盟、コア連、現日本生活教育連盟と提携したことから、全くタイプの違う大学になっている。和光大学の初大学長は、梅に悟る。西洋教育史を専門とした日本教育史学の確立者であり、コア連中核メンバーの一人、コメニウス、ルソー、シュライエル・マッハーラの思想に基づいた、教育史の見直しをしたことで知られている。 2003年に大学院を設置、開設した、小さな実験大学。小さな実験大学とは、和光大学所大学長の梅根悟が言った言葉で、ある。梅根は、その著書、小さな実験大学で開学にあたり、これだけ数ある、私立大学の中に、もう一つ、大学を作るからには、小さくてもいいから、ダイヤモンドのような本物の光を放つ大学を、作りたい。 和光大学は一人の偉大な創立者を崇拝する大学でも、一つの教団の伝道機関としてのミッションスクール型大学でもなく、また、英理大学型の大学でもない。ヨーロッパの中世大学がその資源において、示したような学者教師集団、ウニベルシタスマストロールムとしての理念を活かした大学、ユニークな個性と主張を持った私立学校、それが和光大学の姿であると述べている。 開学以来、プロゼミゼミ等の少人数教育をいち早く行っているため、教師と学生の距離が他大学に比べ近いと言われている。他学部、他学科の授業も履修可能な講義バイキング制度を取り入れており、学部、学科間の垣根が低いのも特徴である。授業内容においては、古代の発火方法を実際に体験し、発火ができなければ単位をもらえないという授業など、 個性的でユニークな授業が存在している。また、障害者を受け入れていることでも知られている。学内への入り口には、大正時代に開花した自由主義教育の理論的、指導者である、沢柳正太郎の共像北村性防作が置かれている。和光大学の学風、教育もこの流れを組んでおり、大学における学生の活動は、自由なものとなっている。 学内での大学側による学生への様々な管理、指導は少なく、自由な個性の発揮場所となっているようである。名物となっている、学生同士でのフリーマーケットや、焚き火、場所限定による焼き芋などは、大学への届け出の必要はない。和光大学附属梅根記念図書館には、ジャンイコールジャックルソーの、自然を見よ、そして、自然の教える道に従って行けという、 エミールからの言葉がレリーフとして掲げられている。和光大学は1966年に成城学園から分かれて作られた和光学園により、大学は自由な研究と学習の共同体という理念のもとに創立された。開学の時期が学生運動の高用期と重なったため、党派、セクト間による学生自治の主導権争いが激化し、 開学当初の暫定自治会が崩壊。結果として、自治会が存在しないまま現在に至る。代わりに、各サークルが所属する、全学サークル連合、通称、サーレンと呼ばれる、緩やかなノンセクトの自治組織があり、学生側から、大学側への意見や要望などを伝える、唯一の窓口となっている。毎年11月に、全学サークル連合が事実上主催する、 大学祭が開催されている。以前は3日間、72時間、オールナイト連続の開催で、和光大学の名物でもあったが、学会社による夜間時間帯の暴力、障害事件への対策や近隣住民への配慮などによりここ数年は、オールナイトでの開催は行われていない。ワンキャンパス制をとっているため、4年間の1キャンパスで講義を受けることになる。これにより、 学部、学科間の交流も盛んで、講義バイキング制も可能となっている。大学、キャンパス及びその周辺は、OB で、漫画家の信俊夫の作品、私の大北君くんや、松本太陽の作品、青い春、岩明人志の作品、風子のいる店、などの漫画作品の舞台として取り上げられた。また、1970年代後半に撮られた映画作品、 下落合焼き鳥ムービーの撮影舞台ともなった。2004年に OG の内藤美香が書いた恋愛小説、あなたを本当に好きだった。では、1993年頃の大学と寮が舞台になっており、内藤の実体験であると思われる当時の世の中や大学の様子がリルに描かれている。和光大学学生寮が大学キャンパス内に設けられている。 2004年入学試験に合格した松本千蔵の参女の入学を一旦許可しながら入学手続きの書類によって松本の参女であることがわかると入学を拒否したこの措置について2006年2月に東京地裁において30万円の医者料を支払い命令が下されているまた非常勤講師だった大塚英治が講義の医師から辞職した楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。